さあ、やってきました。小高ゴルフクラブに来ています。今日はですね、早速レギュラーティーから回ってみたいと思います。レギュラーティーからのラウンドはちょっと久しぶりなので、どのくらいで回れるかっていうのと、あとどういったところが90切るかの鍵になるかっていうのを、今日はその辺洗い出しをしたいなと思っています。それでは行ってきます。ではアウトの1ホール目パー4行ってみます。いい感じ。今は良かった。だってこれだったらね、3打目乗せてワンパットで行けば、はあ、いい感じ。めっちゃいい。すごい。80台でもあるには、まあ、ボディーペースの中にパーが何個かあるといいよね。続いて2番ホールなんですけど、ショートホールになります。でここで女性が苦しいのが、レギュラーティーからのショートホールだと今もう150ヤードあるんですよ。そうするともうウッド系になっちゃうんですよ。で私の場合はユーティリティ4番で150ヤードなんですけど、ユーティリティだと止まらない可能性もあるし、アイアンよりもやっぱり方向性がちょっと崩れやすいので、ショートホールが150以上あるとちょっと厳しいかなというところですね。これパー狙えるかもしれない。2ホール目で浮かれたらよ。浮かれちゃダメ、調子乗っちゃダメ。ゴルフは調子に乗っちゃダメ。この後ね、傾斜とかバンカーとかなんかいっぱい難しいとこがあるので、でも最初にさ、大叩きしちゃうとさ、なんか気持ち的にさ振り込むじゃん、なんかテンション上がらないじゃん。そうね、だから最初は最適の方がモチベーションが上がるからいいと思います。いいんじゃない？これ。やった。パーだ。イエーイ。パー取りました。3ホール目、490ヤードのロングホールですね。500か。長っ。レディースティーはこの谷の前から打てるんだけど、レギュラーティーだとなんか2つ谷越えしないといけなくて、ドライバーの飛距離がそこそこないと谷越えできない。チョロしちゃうと谷も行きたいなんで、慎重にここは行かないとですね。しかもこう上り傾斜になってきてるから、余計により距離が長く感じるから、いやここは難しそうだな。ボギー、良くてボギー、悪くてダボに抑えられるといいかもね。パーは目指してるけど、ちょっとだって春、あのすごい遠いもん、はるか昔彼方へのピンの先見えない。ちょっと暑いからノースリーブになりました。
日だそうです。なんとか無事に谷は越えました。全然出てない。5度目つま先上がりですね。左足上がりの打ち上げのホールが私は苦手ということが分かりました。結構ね、この籠坂ゴルフ何回も来てるんですけど、やっぱこう3番のロングコース、ロングコース？ロングホールは叩くんだよね、レジスティでも。さらに今回は OB もしちゃったから二桁になっちゃったかなっていう、そこはちょっと反省します。気を取り直して4番ホール、ここはパー狙いましょう。真ん中に行ったからいっか。そう、なんかリクラーティング99のためにはやっぱり2段目ウッドを使うことが多くなると思うから、やっぱこのウッドをねうまく使いこなせるになるようになる、ずっと使いこなせるようにならないとスコアに繋がらないのかなって思います。これはやばい、これはやばい、これはやばい。今ボールスローモーションじゃなかった。叩いた。これ何？体上がってたの？体起き上がってた多分。やばい。このままでやばい。これ大丈夫？なんか左の林の中に入ってったけど。ナイスショットしないと厳しい。弱いと切れるんだこれ。やってたよ。8、6、7、8だよ。
わぎー、通常ペースになりました。谷がすごいです。これはまたしてもプレッシャーのかかる谷越え。これ何？つま先下がり？左足上がりのつま先？あ、下がり？難しいね。これウッドでよかったのか。いい感じ。苦手な前って前振りしといたけどいい感じに行ってた。乗った。まずはこれちょっと一個上ってあげたから止まってればいいかな。まっすぐでよかったのかも。今のパー4は基本的にやっぱ2オンが難しいから、3オンで1パットで入ればいいし、大体でも2パット以内にしていけたらいいよね。So good right now.